8月7日、笹川会長は松山へ。市内愛媛県民館において開かれた命の貯蓄体操競技全国大会に大会会長として出席されました。命の貯蓄体操は予防医学的な健康体操として発展してきたもので、松山市はその発祥の地でもあります。3年に一度全国大会が開かれるようになって、今回で第4回目。全国で40支部、1500道場から選ばれた650名の選手がその技を競います。大変おめでとうございました。この松山は命の貯蓄体操のメッカと考えているのでございます。このように盛大に行われますこと、心から祝福申し上げる次第でございます。競技を終えて、優秀選手、優秀チームを表彰する笹川会長。この体操の普及に努める笹川会長にも、参加者から盛大な拍手が送られました。